本日は皆さんにちょっと重大なご報告をさせていただこうと思ってこの動画を回しております。本日2021年12月31日にこの動画をアップしていると思うんですけども、この2021年でゆうとび辞めさせていただこうと思っております。このゆうとびのチャンネルはね、2018年の5月2日に開設しました。で、そこからもう今日までやったら3年と7ヶ月。まあもう3年半ぐらいですね。頑張って続けてきました。でもほんまにもうね、大変な時もあったんですけど、毎週1回動画投稿したら、絶対もう Twitter もインスタも YouTube でも、もう本当にたくさんの方がコメントくださったり、もうグッドもいいねもいっぱいくださったり、本当にね、もう長い間励みになりました。ミルクさんちょっとだけここにおってね。ごめんな。ということで、もうこんな感じでね、喋っててもあれなんで、もう一度、もうはっきり言わせていただきたいと思います。ゆうとび、2021年12月31日をもちまして、サラリーマンを辞めることにいたしました。わゆうとびチャンネルはもちろん継続しまーす。釣りでした。初めてちょっとさ、こんなスーツ着てさ、釣りとかやってみたかったんですよ、皆さん。許してよ、ほんま。ということでですね、なんとゆうとび、今までね、営業してたんですよ。営業サラリーマン、会社に普通に勤めてね、営業してたんですね。ちょっとそれどこに持っていくの、ミクさん。なんですけども、満を持してこの12月31日でね、今勤めていた会社を退職させていただいて、このもう YouTube 一本でね、やっていこうと思っております。ほんまに大丈夫か、ミルク。まあそういうことなんですよ、皆さん。いやー、どうなんやろうな、これ。まあまずね、そもそもゆうとびが何歳やとか、どんなことしてる人かとかいうのも、ほんまにトップシークレットで今まで、どこにも発信してこなかったんで、まあそれでもね、うすうすなんとなく感じ取ってる方はいらっしゃったとは思うんですけども、実は、普段、平日週5で普通の会社に勤めて営業をしてサラリーマンとしてね、活動しておりました。ほんでそれをやりつつ、土日は撮影に行って、平日の夜に編集して頑張って、まあ金曜日に動画アップしてたんですけども、まあまあこの来年明日からはこのゆうとびチャンネルに完全一本化で本気で取り組んでいこうというね、そういう気持ち覚悟を決めましたので、ちょっと退職してきました。そんなノリで言うことじゃないけど、ということでちょっと足を崩させてもろて、画角を変えさせてもろて、いやもうほんまにさ、何喋るかとかもあんまり決めてないんですけども、というか今喋ったことを全部ね、話せればいいかなと思ってたので話したんですけども、ここからはいろんな思いをね、話していければなと思います。まあ、ゆうとびチャンネル初めて3年半なんですけど、このサラリーマン生活と並行して行ってた期間は2年9ヶ月、まあ、3年弱なんですよ。で、YouTube を初めてわーってやって、途中でこの会社に入って、そっからはまあまあ2年9ヶ月、3年弱、サラリーマン&YouTuber のね、両立生活をずっと過ごしておったんですけども、まあ、ほんまにね、もう大変やったは大変やったんですけども、ただ多分世の中にはもっとマジで死ぬ気で頑張ってる人っているかなと思ってるんで、なんかね、ゆうとびぐらいの感じでね、大変でしたとか言うの、なんかすごいおこがましいんですよ。あ、なでなでてほしいな。まあその中でもね、大変やったことと言ったら、まあ例えば週5で普通にもう朝満員電車スーツ着て乗って、ほんで会社行ってさ、パソコン開けてバー言って、ほんで営業に外に出て、また会社帰ってきてバーってパソコン業務して、ほんでまあまあなんか先輩とかともやり取りしながら、もうほんまもういわゆるもう想像通りのまま会社員、社会人、営業マンをやってたんですけど、それを終わらせた後に家に帰ってきて、もう1分1秒争うテンションでね、まあ編集をしてました。編集 YouTube やりながら会社員が始まって、会社員始まってからね、まあ大体半年ぐらいは週2投稿頑張ってしてたんですけど、それでもやっぱりね、途中からは週1投稿になってしまいましたね。それで今の言うとり週1投稿なんですよ。金曜日、毎週金曜日をめどに、それまでね、平日の夜に頑張って編集を終わらせるみたいな感じで、毎週ね、こう同じ毎週のルーティンをね、やっておりました。なんでじゃあ、これゆうとび2年9ヶ月、社会人と並立して頑張れたんかなって思ったところ、もうどう考えても、視聴者さんなんですよね、これ。視聴者さんのパワーが強すぎる。ほんまにね、今見てくださってる方もそうですけど、コメントくださる方、グッドボタン押してくださる方、Twitter とかインスタにも来てくださって、コメント、DM とかくださる方、もうマジで、マジでね、
もう最強、本当に最強です皆さん。マジで助けられたし、今も助けられてます。ほんまにね、視聴者さんがいなかったら絶対絶対に続けてないな。まあ、いろんなね、YouTuber の方々は言うと思うんですよ。視聴者さんがいなかったら続けてこれませんでしたとか、いろいろね、言うと思うんですけど、まあ、ほんまに、ほんまにそう。今まで YouTube 始めるまではね、言われる側としてただただもう YouTube 大好きマンなんで、YouTube をとにかく見て、で、YouTuber の方から視聴者さんありがとうございますみたいな言ってもらうような、まあ、普通の視聴者だったんですけども、自分で YouTube をね、始めてから、もうほんまにもう初めのあの登録者数4人とか視聴者数10回とかの時、あの時からほんま視聴者さんに対する気持ちは変わらへんというか、むしろ増してきてるんですよね。これマジで視聴者さん大好きやし、もうほんまに好きほんまにもう感謝してるんですよ。マジで感謝してるよ皆さん。ほんまに伝われこの気持ち。それをとにかく伝えたかったこの動画では。もう毎週のモチベーションはほんまそれだけやで。最近プレミア公開とかしてるんですけども、この今もプレミア公開しか知らんけど、チャット欄でね、皆さんがなんか盛り上がってくれたりとか、そういうのをね、言うとこうやってネタに出して見てるんですけど、もうほんまにそれが幸せすぎるんですね、ゆうとみにとって。ほんまにね、この話だけは一生続けられるぐらい、もうほんまに視聴者さん感謝。で、これ動画上だけじゃなくて、もちろん、辞める、会社辞めるときに、上司とか部長とかにも、もうほんまに視聴者さんだけはとかも言ってたし、でも周りの友達とかにも、マジで視聴者さんおらんかったらこんな続けられてないみたいなのをもう力説してるんで、もうそれぐらい、ほんまに心から思ってるので、皆さん本当に信じてください。本当にありがとうございます、視聴者さん。いつも本当にありがとうございます。まあ、ということでね、この会社員と YouTuber 両立してましたと。ほんで、まあ、2年9ヶ月両立してました。視聴者さんの支えとかも、もちろんもう、他の周りの方の支えとかももちろんあったんですけど、ここに来て、辞めるのはなぜか。それですね、もう YouTube という仕事がね、ほんまにもうやりがいしかなさすぎて、もうね、もうこんなもん辞められへんし、マジでね、もうシンプルに YouTube がね、好きなんですよ。視聴者さんからのもう面白かったよとかコメントもらえるのはもちろんなんですけど、そうやって楽しんでもらえたりとか、視聴者さんにおもろかったりとか言ってもらえることが、ほんまゆうとびのね、一番のやりがいなので、それをもうとにかくもっと大きくしたい。もっとゆうとびがね、幸せになりたいだけなんですね、これ。マジでね、もう街のとかでさ、撮影スポットとかで声かけていただいたりとか、ヨドバシカメラとかで声かけていただいたら、もうほんまにテンション上がるんで、マジでね、ゆうとびもうね、幸せもんなんですよ。なので、そんな幸せな仕事をもっと大きく、もっと長く、もっと楽しんでやっていきたいということで、この来年2022年、明日からは、YouTube 一本でやっていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします、来年も。で、あとはね、その YouTube やりながらなんか、もっといろんなことやりたい。撮影会を企画したりとか、なんかこう、オリジナルのグッズをね、作ってみたりとか、オンラインでなんかちょっと教室やってみたりとか、いろいろね、もっと幅を広げていきたいです。そうやってもうね、いろいろやりたいことあるんですけども、もうあくまで一番やりたいことは YouTube なんで、とにかく YouTube を一番大事に、YouTube に一番力を注ぎながら、他のこともね、できたらやっていきたいなっていうぐらいで、まあ気ままにやっていこうと思いますよ。で、かつね、今までは動画をね、週に1回しか投稿できなかったんですけども、動画のね、投稿頻度も上げていきたいなと思います。だってさ、平日に撮影行けるんですよ。今まで土日にしか行けなかったから、雨が降っても行かなあかんし、どこに行っても人は多いし、そんな中でね、なんとかこう動画を撮って帰ってきて、平日に編集をしていたんですけども、これからはもう平日に行ける。しかももう雨が降ったら家におっていい。雨が降っても外に行かなくていい。雨男のレッテルがなくなるかもしれませんが、皆さんご了承ください。とにかく、もっと広範囲なところに写真を撮りに行こうと思いますんで、皆さんお楽しみに。YouTube が好きなぐらい写真を撮るのも好きなので、もうこれからが楽しみすぎる。こんな生活をさせていただけるのも視聴者さんの皆さんのおかげなんで、視聴者さんにいっぱいね、還元できるようにマジで頑張っていこうと思いますので、これからもよろしくお願いします。ほんでね、もうほんなんかちょっともう喋りすぎて今何分経ってるかわからへんけども、ちょっとね、質問コーナーをやりたいんですよ、質問コーナー。今までまあ会社にも勤めてたから、あんまりこうなんかプライベートなこととか、年齢とかもね、公表してなかったと思うんで、何でも OK、何を聞いてくださっても OK、なるべく答えます質問コーナーをね、やっていきたいなと思います。ので、この動画のコメントにね、なんか質問をどんどん投げかけていただきたいです。ほんでその質問に対してまたね、今度動画を撮ろうと思いますんで、コメント欄
へぜひコメント質問よろしくお願いします。そんなもんかな、話したいこと。なんかめっちゃダラ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 脈絡のない感じで喋ったかもしれませんが、とにかく会社員と YouTube 両立してました。両立できてたのはマジで視聴者さんのおかげです。ほんでこれから動画の本数増えます、 YouTube もっと楽しみます。そしてコメント欄に質問を募集しておりますのでコメントくださいという、もうこの4点かな、多分まとめると。ぜひぜひ皆さんお願いします。ということで、もう喋ることないので帰ってます。ミク、これからはあんたともずっと一緒におれるよ。平日あんたを家に置いていくこともなくなるからな。ということで、来年からの新生ゆーとびチャンネルもよろしくお願いいたします。また来年皆さん良いお年を。さよなら、バイバーイ。